めてです。4回出させていただいてるんですけど、ここで初めて、ま、名前呼んでいただいたのは初めて。私、はい。はい、嬉しい。ちょっと待ってください。あのね、あ、時間始まってるじゃないですか。待ってね。あ、あの、一人じゃない。一人じゃないって方。今日、一人じゃなくて、お知り合いと友達と来たとか、あと、まあ、ここで知り合いがいるって分かってて来た方、一人じゃないって方、どんぐらいいらっしゃいますか？あ、おー、結構いる。すげー、一人じゃないって、素敵なことですね。素敵なことです。逆にあの、今日、たまにお一人でいらっしゃった方、もういらっしゃるんですよね。あ、いらっしゃる。ありがとうございます。ありがとうございます。一緒。僕もね、あのね、一人、今今日一人でここに立ってるんですよ。一人って、ちょっとね、心細かったりとか、まあ、心折れそうだったりとか寂しかったりするんですよ。し、こういう場だと人と比較しちゃったりするかもしれないですよね。あの人はなんか人知り合いでいっぱい話してる、だけど自分はちょっと話す人いないとか、まあ、そういう寂しい思いする可能性もあります。でも一人が好きって人もいる。別にどっちでもいいんですよ。あ、どうぞ。いいですね。でね、まあ、でも逆に友達と来てる方もいろんな思いあるかなと思います。あの先生と話したいんだけど、あ、他の人に取られてるとか、僕はもっと話したいんだけど話せないなとか、ね、人と比較しちゃったりすることもあるんじゃないかなと思うんですけど、今日一回ですね、ここでちょっとそれをぶち壊したいなと思います。これありますかね。あの受付でお渡ししてるこの冊子に挟み込まれてるのがあります。マキア、あの袋ですね。マキアが開けてくださいって言うまで絶対に開けないでください。で、袋開けてないですよね。ダメ、はい、大人ですからね。これ開けないでくださいっていうのをね、あの一応振り的には開けてくださいみたいなのあるじゃないですか。だけどここでは本当に開けてほしくなかったんで、振りじゃないです、本気のやつって書いてありますんで、はい、じゃあこれじゃ使います。あの今からね、ちょっと勝負したいなと思うんですよ。皆さんでこれの中にカードが1枚入ってます。まず開けないでくださいね。あのカード、同じカードが入ってます。皆さん同じカードで、何が入ってるかというと、ミッションカードが入ってます。あるミッションが書かれているので、これ今から30秒とりますんで、皆さんでそのミッションやっていただいて、一番できた方にちょっとプレゼント、素敵なものを用意してきました。僕ね、ここ買ってきたんですよ。これここに私おととい横浜で買ってまいりました素敵なものが入ってますんで、一番の方にあれをプレゼントしたいなと思います。ちょっと頑張ってください。じゃあ袋を開けてください。こう書いてありますね。いきます。好きな動物を1種類決めてください。皆さんの中で好きな動物1種類決めていただいて、そして好きな動物同じ人をこのダフ会場内、この中で、たくさん見つけるべしと。今から30秒取りますんで、ちょっと見つけていただいて、ちょっとこの座ったままじゃできないんで大変恐縮ですが、立っていただいて、はい、30秒間でたくさん見つけてください。何人見つかったか人数数えてくださいね。いきます。意味わかります？好きな動物変えないでくださいね。途中で変えない。あと禁止事項は大声なし。うさぎ好きな人とかなしね。なし。一人ずつ見てください。いきます。30秒間よーいスタート。あと5秒です。はい、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 30秒、30秒経ちました。戻ってください、戻りながら聞いてください。じゃあちょっとね、人数できた方、人数聞きたいなと思います。戻りながら聞いてください。座って OK です。座ってください。じゃあ好きな動物が2人以上見つかった方、同じの2人、おお、すげえいっぱいいる。お、じゃあ上げ続けてくださいね。3人以上の方、お、すごいな。4人以上、お、減ってきた。5人以上、お、お、その辺ですね。6人、お、お、7人、ちなみに何人ですか？その辺一体何人ですか？何人同じだったんですか？9とか8とか9、みんな一緒なんですか？すごい。なんか予定外ですね。ちょっと足りない。ちなみに何が好きなんですか？何が？猫。いや、猫か。今日たまらんですね。猫ブース、猫好きにたまらんブースがあちらございます。山内さんも今日儲かって儲かってしょうがないです。じゃあ猫好きのあそこで8名9名固まった方に、ちょっとこれプレゼントしたいなと思います。
もしかすると猫好きの皆さんには気に障る商品かもしれないですけど、ちょっと足んないんですよ、すいません。あのうさぎのお菓子知ってます？かわいいでしょ。これ横浜で買ってきた横浜の浜うさぎってお菓子なんですけど、これね、ちょっと 4個しかないので、ちょっと喧嘩しないで、喧嘩しないでくださいね、分けてください、後で差し上げます。で、ね、うさぎって一人だと寂しくて死んじゃうんですよ、ね、だからいっぱい持ってきたんですよ。これ後で差し上げます。はい、ありがとうございます。これで今皆さんちょっと話したので、もう一人じゃないっすね。ね、はい、一人じゃないって素敵だ。ありがとうございます。じゃあ本題入ります。もう本題入りますよね、いきますね。お仕事の話できない、この販促枠って販売促進のお仕事をしてるんですね。ただ会社でやってるんですけど、僕一人なんですよ、一人会社だから一人でやってるんですけど、やっぱりね、一人って何もできないってことすごくわかります。一人だと何も動いてないんですよ、頑張っていくんですけど、一人って悶々として何も動いていかない。ここにね、チームメンバーもう一人加わると変わるんですよ。一人にもう一人が加わるとグッと変わる、なんかこうしたらどうってなる、そしたらもう一回どうって積み重なって大きくできますよね。一人だと何もできないのが、二人三人になるとすごく大きな力になるんだなっていうのを最近すごい実感したいと。やっぱ一人じゃないって素敵だよですね。はい、でね、でもまあ一人でもいいんですけどね、一人どっちもいいじゃないですか。いやまあ、どっちもいいです、どっちもいい。ただ一人じゃないことはすごいパワーが生まれるからいいなって話です。で、販促の話して、僕はお客様とこうどうしたらもっとたくさん買ってもらえるかとかいう作戦を考えて一緒に実行してるんですね。チーム組んだり、お客さんの社員さん、社長さんと一緒に仕事してます。で、買ってもらうってっすごく大変じゃないですか。お客様に買っていただくってすごい大変じゃないかなと思うんですね。苦労されてる方は多いんじゃないかと思います。で、こんなにいい商品なのになんで分かんないんだとか、こんなにアピールしてるのになんで伝わんないんだとかって思うことってないですか。あと、こう周り見てると、あの人あんま努力してないのなんか売れていくなとか、いいなって他に比較してみちゃったりとか、あとこんな風に何もしなくて売れてったらいいなとか、そういう願望も湧いたりしません？で、自分がこう思うように、僕が思うようにお客さんに動いてくれたらいいなとか、私の思うようにお客さんが動いてくれたら楽しいなとか、そんな思うことを思ったりするんですね、僕。そういうのってやっぱ難しいですか。でもね、割とできるんです。我々が願うようにお客様に動いていただくこと、実はですね、もうすでに皆さんは僕の思ったように動いてくれたんじゃないかなと思います。今僕さっきこう立っていただいてお願いをしました。何したかっていうと、これですね、ミッションを一つお願いします。ミッションで一番になってください、勝てるように頑張ってくださいってお願いをしました。こういうお願いをしただけです。だけど皆さんいろんなことしてると思います。こんなことしたんじゃないかなと、例えば会話をしたと、何か言葉を発して話し始めてますよね。あともしかすると名前を名乗ってる可能性もあります。これ人によって違うかもしれないですけどね。あと親近感を得たってこともあるんじゃないかなと。同じ猫好きだったら、あなたも猫好きなのねって親近感得たりとか、こんな顔してウサギが好きとか、そういうギャップで燃えたりすることあるんじゃないかなと思うんですね。これって僕お願いしてないんですよ。お願いしてないけどこういうことをしてると。これ何したかっていうと、反則として見るとこういうことしたんですね。ゴールをずらして通過点にしたんです。どういう意味かというと、僕が本当にしてほしかったのは会話なんですね。一人じゃないようにしたかったんです。そのために皆さん会話をしてほしかったなと。だからまあ、こういうことしたんですけど、例えばね、こうじゃあ今隣の人とちょっと話してみてくださいってやると、話さなくていいですよ、やるとなんか変な感じになるじゃないですか。ちょっと隣の人ちょっと話してって、ね、何話していいか分かんない。だけどこうやってさっきみたいにミッションにすると、ミッションを達成するためにはいつの間にか会話をしてるんですね。これってゴールをずらして通過点に変えたんですよ。会話をするってことを通過点に変えちゃったんですね。こういうことをしてみたわけです。こうやってゴールをずらしていくと、お客様っていつの間にか、人っていつの間にか何か動いているような仕掛けってできるんですね。これがうまくできていくと、いろんな反則がうまくいくようになります。で、これを、ね、すごくうまくやってるなぁと、いいなぁと思ったのがこれなんですけど、知ってますかね。今年の2月ぐらいにあったんですけど、マクドナルドさんで名前募集バーガーってありましたね。
ちょっとご存知の方と知らない方いるかもしれないです。あの北海道産じゃがいもとなんたらなんたらの、まあすごい名前の長いバーガー、名前が長いので新しい名前つけてください、名前募集バーガーっていうのがあったんですね。これ僕応募したんですよ。息子が言うんで、父ちゃんあれ頑張ってって、あれ僕100万円欲しいからっつって、あのこれね採用されると100万円確かもらえるんですよね。そのぐらいで頑張って4つ出しました。まあ、あのもちろんあの落選なんですけど、それはよくて、でもねこれ応募する前に何したかっていうと、僕買ってんですね、買って食べてんですよ、このハンバーガー。これがすごいなと思って、こういう流れを作ったんです、マクドナルドのキャンペーンって。お客様は今回僕ですけど、僕が買って名前を応募したっていう流れなんですね。普通キャンペーンっていうと、あのお客様が買って、お客様にいいものでは買ってっていうキャンペーン。10分経過。おおおお、ちょうどいい。もうすぐ終わります。あの飛ぶな。はい、最初のがね、最初の長かったんですよ。いや、名前です、僕の選手。はい、そうなんかね、あのあれですよ。買う、普通はお客様に買って買ってっていうキャンペーンするんですけど、そうじゃなくてゴールをずらして名前を応募してくださいっていうふうにゴールをずらすと、ずらす。そうすると、この買うってところが通過点に変わっちゃいます。お客様はいつの間にか買ってる、買うのが当たり前になってる、こういう状況を作ることができるんです。こういう反則をね、いろいろうまいことやっていくと、お客様になんか買わなきゃっていう、そういう意識とか買ってっていうプレッシャー与えなくても、いつの間にか買うような反則ができると。こういうゴールを通過点に変えるっていう反則をね、ぜひちょっと考えてみたら面白いんじゃないかなという話をしたかったです。でもこれってね、あのゴールをずらして通過点にする、これってやってほしいんですけど、一人だとなかなか大変なんですよ。一人で頑張って考えてもなかなかいいアイデアって出てきません。だからチームを組んでいろんな人でやってほしいなと思うんです。でも これこういう発想っていつもやってる発想ではないので、ちょっと違うことします。だから一緒にやる人って誰でもいるわけじゃないですね。通過点の反則やるときには、あのやっぱり意図を組んでくれる人だったりとか、同じような志を持ってくれる人とか、あと親近感の持てる人と一緒にやった方がいいんじゃないかなと思うんです。まあ、そういう人は、まあ、どういう中の人かなというと、まあ、こうですね、通過の中こういう人とお仕事ができればいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。